で、互換性、拡張性、次いきますと、パイプライン VM って、これ、固有名詞です。固有名詞なので、ソラナというのが、パイプラインバーチャルマシンっていうのを作ったんですね。で、これが対になる言葉として、EWM、イーサリアムバーチャルマシンの、つまり対になる言葉、対になってる言葉ということですね。で、次いきます。別のネットワークとはそれぞれ接続 していく必要があるというのは、これ結局その、リレーチェーンですね。リレーチェーンの技術のことをちょっと言ってまして、独自にやっぱり存在しているブロックなんですね。まあ、ここもブロックチェーンのベースからやってもよかったかな。まあ、後に戻っちゃうような話になるかもしれないんですけど、ブロックチェーンとはもやった方がいいかもしれないですね。そのチェーンって言って、まあ、僕も一番初めにすごく勉強したんですけど、ね、ちょっと前に損切りでも話をしたインターネットの始まりの話あったじゃないですか。結局それぞれの、なんていうんですかね、ネットワークといったら、ネットワークって言っちゃうとあれなんですけど、結局それぞれ接続できる、ネットワークで言うと、いわゆるインターネットで言うと、それぞれ接続できるパソコンが限られてたところを、全員に、なんていうんですかね、すべてのパソコンがこの規格を使えばできますよっていうのが革新的だったわけですよね。で、その革新的だったものがどん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 大きくなって、インターネットになっていったっていうところで言うと、今、ビットコインって、いわゆるブリッジとか、ブリッジ使ったことありますかね。いわゆるイーサリアム上にある、USDT を、バイナンス、BNB 上にある USDT にこう変換する。あれ、変換してる、同じ USDT なんですよね。値段も変わらなければ、手数料ただ取られてるだけっていうわけなんですけど、結局あれっていわゆるチェーンを乗せ替えてるっていう、そのイーサリアム上、イーサリアムというブロックチェーンに乗っかっていたものを BNB のブロックチェーンに移動するしてるんです。あのブリッジってブロックチェーンをまたげないんですよ、今技術だと。またげないことはないんですけど、またぐためにはブリッジを使わないといけないとか、いろいろこう制約が出てくるんですよね。で、これが今僕がもう何度も何度もその言ってる、今技術的には、過渡期というか、いわゆるその一番初めの創世期であるというところがもうそこにあるというところですよね。それが今この別のネットワークとはそれぞれ接続していく必要があるというところも書いてます。で、先ほど言った EWM 互換、イーサリアムバーチャルマシーンの言語ソリディティで書けますよと言ってるんです。これはネオンというサービス、これもともとネオンって非公式だったんですけどね、ソラナが公式として認めましたね。なので、今ソラナはイーサリアムバーチャルマシーン互換、 EWM 互換の、ブロックチェーンになってます。で、互換が分かんないかな。互換をちょっと EWM 互換ってどういうことかを説明した方がいいですか。あ、これ分かりやすいかな。アプリ開発、これ全く同じことです。スマホアプリで言うと分かると思いますね。結局、スマホアプリ作れますっていうエンジニアさんがいたりするじゃないですか。まあ、いたりするじゃないですかっているじゃないですか。いるんですけど、基本的に Android っていうのは Google 公式では Java を使ってくださいって言ってるんですよ。これは Android 用のアプリです。これは Java で作られてます。まあ、いろいろあるんですよ、技術が。Java 使わなくてもできますよってなるんですけど、基本的には Java でアプリを作るんですけど、で、全く、いわゆる Android のお客さんと iPhone のお客さん、アプリの、いわゆる、なんていうんですかね、提供側として、Android の使ってるお客さんと iPhone 使ってるお客さんって全く同じ、いわゆる、なんていうんですかね、使用感というか、そういうのをこう感じてもらいたいので、基本的にはデザインそんなに大きく変わらないですし、基本的にはデザイン1個で開発するんですよ。で、そうなんですけど、開発側からするとこの Java というのと Objective-C、Swift、まあ、今 Swift なんですけど、主流はこの iPhone を作るためには Swift で書かないといけないんですよね、一個一個の機能を全部。で、結局その一つのデザイン、一つの仕様、こういうアプリ作りますっていうルールがあるじゃないですか。僕らこういうアプリ作りたいんだみたいな。アプリを作るんですけど、これ開発言語が二つ、いわゆる Android と iPhone で、言語が違うので、二回作んないといけないんですよね。これ面倒じゃないですか。一個でいいじゃないですか。だって同じデザインで同じ機能なんですよね。これが、いわゆる言語
いわゆる開発をするにあたってのその言語の、まあ、ハードルって言ったらいいのかな、こういうのが開発するときにすごく起きてきてしまうんですね。イーサリアムバーチャルマシーンに戻るんですが、結局そのなんていうんですかね、まあ、簡単に言うと、あんたブロックチェーンのエンジニアだったらイーサリアムぐらいは書けるでしょ、ソリディティは書けるでしょっていうことなんですよね、結局のところで。いや、使うチェーンはソラナなんだけど、イーサリアム、EWM、イーサリアムバーチャルマシン上で動いてるから、あなたにも書けますよという環境をソラナ側が提供してるっていうことなんです、これは。わかりますかね、この感じ。で、それがイーサリアムバーチャルマシン、いわゆるイーサリアムで、いわゆる一番初めってイーサリアムばっかりだったわけじゃないですか、サービスが。いわゆるソラナとかアバランチのサービスとか、いわゆる BNB もなかったわけですよね、昔。昔って言っても、まあ2年前とかは少なかったわけですよ。でそこで、いわゆるイーサリアムで使ったソースコード、いわゆる作ったそのバーって自分で書いたやつが、プログラマーがその書いたプログラム、いわゆるファイルなんですけど、ファイルがあるんですけど、その書いたプログラムがそのまま使えますよ。だからもう開発する必要ないですよ。あなたはそのソースコードを、例えばイーサリアム、ERC20 ですよね。ERC20 だったり、BP20、BEP20 で、もうサービスを提供されてるんだったら、そのソースコード、ソースコードってわかるかな、まあ、プログラムが書いてあるテキストファイルっていうことなんですけど、それをそのまま、ソラナの方に持ってきてくれたら、もう全く同じサービスが作れますっていうのが EWM なんですよね。っていうのが、この書いてある、EVM 互換というところです。分かりましたかね？ずっと EWM って言ってましたかね？ EVM です。はい。で、ソラナも、まあ、ネオンという、いわゆる、なんていうかな、いわゆるソラナの協力団体と言ったらいいのかもしれないですけど、それが、イーサリアムバーチャルマシンの互換できるサービスを提供しているので、ソラナ自体も、EVM 互換になっているんですね。で、C++、Go、Rust などの Web アセンブリ対応。まあ、ここはちょっとまた別でやりましょうか。ちょっと分かりそうですね。で、フレームワーク、サブストレイトかな、は秀逸。まあ、ソラナが開発者向けに提供している開発環境って言ったら分かんないか、開発できるアプリをね提供してるんですけど、そこでやるとアプリがこう結構簡単にできるっていうものなんですけど、それの、まあ、ソラナ自体が開発して、ぜひ作ってくださいね、ソラナ上でいろんな面白いなんですかねサービスを提供してくださいっていうので、まあ、これを無料で提供してるんですけど、まあ、使い勝手がいいですよということですね。